えーっと、山本太郎さん、被災地でカレー、1月1日ありました、能登半島地震の被災地で炊き出し用のカレーを食べたとして、ぶつけるかもしれいい。だからさ、別にいいのよ、だからこれね、誰か並んでて、自分の分が食べないといけないのに、山本太郎さんに食べられたら、ぶち切れてツイートかけよう。誰もそんなやついねえのに、なんでこいつカレー食って、食うよ、<laughs> お前。 被災地に汗かいてバカな政治家が動いてないときに動いてるのよ、汗流しても。そ,<う>それをネットでなんかこれがフェイクだってまた真実見ようとしないやつらが言って。そういやし、き田し用のカレーあ,、まあ、あのさ、被災地に足運んで飛行機とかで行ってるわけやんか、うん、お腹も減るって、減るって山太郎さん<う>で僕、ね、個人的ななでで<う>被災地大変なこととってるとは思います、うん、でも。 僕が山本太郎さんの後ろに並んでて山本太郎さんのせいでカレーなくなったら笑うよそれ笑うし笑うし X に書き込むよそれ怒っていいよいやあんた違うところから来て人が食こカレー食ってるやんいいかげせえよいいよそれそうでもなくてそこでねやってくれたからどうぞって言って出されたカレーやろこれはひどいわえっと後ろちょっといずいかもしれんけどハンバーグぐらいトッピングしてやってちょっとちっちゃいのでいいから山本太郎さんには いや、もうミートボールぐらいでしょ、うんおいしいものを作ったから最後に食べてってよということに関してこれを断る理由はないって答えてます。<な>残ってたんやん。残ってたんやん。じゃあ食うやん食わしたれや。お前、被災地までわざわざ足運んでカレー食うて怒られてんねんで。うん、たまらんな、こんな頑張って。いや、これはえぐい。 なんか今日も見たけど誰かいい例えしてたよ、ロバが一匹いるって、うん、そこにじいさんとばあさんがいるって、うん、じいさんが乗って、うん、ばあさんが後ろに乗ったら、それでも周りのやつは、おい、ばあは何してんねん、偉そうに、お前、後ろ乗るなよ、とお前が前に乗ってもいいんじゃないかと叩くと、ほうほうでじいさんが乗って、ばあさんが下を歩いてても、うん、ちょっと待てよ、じじい、ばあさんに乗らせてやれよって叩くと、で例えば、えーと、じいさんとばあさんが、うんえー、ロバに乗ってなくて、ロバをこう引きずってるだけでも、うんはあ こう連れてるだけでも、うん、おいロバの乗り方知らんのかジジイタバは頭悪いなって何してもお前ら全方向で来んやろっていういいこと言うなで結局ロバが一匹で歩いてたとしても、うん、こんなとこにロバを放し飼いにして治安の悪い街だなって言われんねんそうでたまに高速とか高速海外の高速道路とかで、うん、ものすごい勢いで馬が走ってる時はあれ楽しいね動画撮ってる人おるけど。<laughs> あと、怪我とかがない場合やけど養豚場に向かう途中で高速道路でカーブ曲がった時に豚がバー言って走り出す時あるやんかあの映像ピンクで楽しいよあれすっごいピンク色やで高速道路真っピンクなんねんからこれはもうシンプルには頑張ってくださいよ僕も政治理念知らないけどでも好きそういう人がおる人がいいやんやね知らなくてもこの人応援したいが一番いいね。